いどうも、西中です。今回は犯罪じゃない裏バイトを厳選して紹介したいと思います。まず夜逃げ屋、やることは夜の引っ越しです。どうして夜に引っ越したいのか、依頼者が訳ありだからです。昔なら借金苦で逃げるイメージが夜逃げでしたが、今は違います。ストーカーから、暴力を振るう旦那から、暴力団や半グレから逃げるためというのが夜逃げの理由になっています。誰かから逃げるために夜逃げをするので、依頼人が見つかりたくない人に見つかってトラブルになるのは絶対に避けなくてはいけません。だから現地に到着したら素早くやーんと音を立てずに作業します。時給は1500円、日給だと1万から1万5000円です。普通の引っ越し業者とあんま変わんないけど、普通の引っ越し業者より作業が早く終わるケースが多いです。それは夜逃げをする人は基本運ぶ荷物が少ないから、一軒あたり1時間かからず作業が終わります。現地と引っ越し先までの距離にもよりますが、働く時間は3時間程度なんで、時給だと納得できる金額をもらえないかもしれません。バイト代は日給でもらえるところで働きましょう。続いては骨折事件。このバイトは結構聞くに耐えない痛々しくて生々しい内容なので、苦手な方はうわっと思った部分は飛ばしてください。治験って聞くと人体実験や人間がモルモットになると思ってるよね。誤解が広まらないようにしっかり伝えておくと、治験っていうのは安全性が確認された薬を使って有効性を調べることを言います。安全ってことだ。その治験の中で最も恐ろしいのが、わざと腕や足を骨折させて骨の再生のデータを取る裏バイト、骨折治験。腕は一折30万、足は一折60万が相場です。腕や足の左右から小さい穴を開けてワイヤーを通したら準備完了。ワイヤーで骨をギコギコ切り落とすと。もちろん麻酔はかかっているんで痛くはないですけど、麻酔が切れると骨の周りの神経や筋肉の傷ついた部分の感覚が戻ってくるので、めちゃくそ激痛です。経過観察のため3ヶ月入院、3食付きで60万もらえる闇バイト、骨折治験。広く募集をしているわけではなく、他の治験に何回か行っていると行った先で情報を教えてもらえるみたいです。ちなみに骨折治験を行う病院の医者から、やめた方がいいよって募集している側のくせに止められるそうです。続いては告白代行。いつも同じ駅で見かけるあの子、気になるけどいきなり話したら警察行きだよな。そうだ、告白代行を使って自然に LINE 交換できたらな。そんな人から利用料3から15万円もらって、依頼人とターゲットを近づけさせる恋のキューピッド役が告白代行というアルバイトなんだよね。なんて素敵なバイトなんだなーんて思ってない？違うよ。みんなすぐ告白って言うと恋愛だと思い込む。実際には恋愛のことではなく、借金などお金関係のことが多い。闇金に行って一緒に頭を下げたり、借りた金がどうしても返せないことを友人に伝えに行ったり、会社を辞めたのに働いているふりをしていたことを妻にとか、投資をしたがすっからかんになってしまったことを親に打ち明けたいとかです。一人で行くのは勇気がいるから、ついてきてくださいというパターンが多いです。単純な恋愛の告白のお手伝いという裏バイトではないので、応募するときは闇金に頭を下げる仕事だと覚悟しましょう。個人的にはちょっとグレーっぽい仕事なんで、やめた方がいいと思います。いかがだったでしょうか。犯罪ではない裏バイト参戦。骨折治験は衝撃的だったけど、治験は多くの人に役立つ研究材料になるし、報酬もいいので僕は結構気になってます。西中でした。また次の動画も見てくれよな。